石川さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年に血糖値500超えというめでたい記録を達成しました石川さんですが、さすがにそろそろお迎えが来てもおかしくない状況になってきたかと思われるので、いっそのこと、もう葬儀の準備を始めるのはどうでしょうか。それに石川さんの性格を考えれば、旅立った後の処理を残された方にいろいろやってもらうより、自分で自分の処理を前々から考えておいてやってもらうタイプだと思われるので、もしよろしかったら、私が葬儀場の場所と、葬儀委員会のメンバーを確定いたしますので、実際の葬儀にこちらの方々を呼んで実行していただくのはどうでしょうか。皆様で石川さんの旅立ちの日の出を盛大にお祝いしましょう。ご検討をお願いしますということで。故石川の隆起葬儀委員会。葬儀場築地本願寺司会、渋谷のキング僧侶ブナマユ葬儀委員長ペニー横田副委員長ミートゲンゴロウ喪主和歌山のピーババアシップババア、長寺ノブ料理長ヒロミヒカキンガムスト山口夏夫、化粧担当モンジョリ受付担当和幸明美さんのりこ、これなんとか担当、加藤純一ポケカメ会計担当ヘズマ、連絡新八丁、葬儀場まかない食事調理担当久保田葬儀場のゴミ処理雑用担当ナーボー便所直樹兄さんポンスケその他石川イエスマンズ、留守番 DJ フォイ、便所掃除マイファーストストーリーのヒロ、葬儀場マイクロバス運転手野田、霊柩車運転手これこれ仮装担当よっさんっていうね、なんでこのメンツをここに当てはめたのかすごい気になるけど、なんか変わってる組み合わせだよね。うん、一番よくわからないのは葬儀委員長ペニー横田っていうのが全然よくわからないけど、うん、まあでももしもの日が来ればこのメンツは来るでしょ。このメンツは来るよね、山口夏夫ガムスト以外は来そうだけどね。本人はニヤニヤしながら多分このネタメールを作ったんだろうね。ちょっと滑ってるけどね。はい。いつ読まれるかな、いつ読まれるかなと思ってワクワクしながら多分この放送を待機していたんだと思いますけどね。ちょっと滑ってますけどね。はい。ぬるぎさんはこんばんは。突然ですが、今配信を9年間拝聴しております足軽である私に危機が訪れております。担当直入に申し上げますと、殿の甘い尿の病についてでございます。またこの手のメールか。被ってんな。9年間配信を見続け、ある程度ノリラジ、石川の歴のあり方を理解しているはずなのですが、私が真面目すぎるからか、さすがに今年中に死ぬのではないかと気が気でありません。病気が序盤だった頃こそ、草を生やして楽しんでいたものの、最近はあまりにも悪化しており、血の砂糖を計測するたびに正直引いております。殿はこのまま死にたいのか、それとも治す気があるのか、一度真面目に配信に載せていただけないでしょうか。足軽である私はその意思さえ確認できれば、どこまでもついていく所存でございますという。真面目というか、別に、どうであれ、受け止めていけよって感じだけどね。まあ、あと、今の時代に足軽はどんだけ残ってるのかわかりませんけど、出た心配性リスナー、石川笑ってくれと言ってるだろうっていう。ね、俺は生き様を見せてるからね。でさ、なんだろうな。そんな人間はさ、いつか死ぬしさ、いつか死んだら配信も終わるわけだけどさ。じゃあさ、例えばさ、仮によ、今年俺が死ぬとして、今年に俺が死んでほしくない理由って何？じゃあって話を、リスナーに。多分さ、一つはさ、もっと配信を見たいからっていうのがあると思うんだよ。なんかここで終わってほしくない、もっと配信を見たい。もっと配信を見たい理由って何よって話なんよ。本当に面白くて見てるのか、それとも自分の生活習慣の一つになってるから終わってほしくないのかみたいな。ねえ、例えばさ、テレビでさ、笑っていいともがさ、終わるときにさ、終わってほしくないっていう人いっぱいいたよね。なんで笑っていいともを毎日見てないのに、終わってほしくないって思ったんだろうね。それは、笑っていいともがやってることへの安心感だよね。お昼12時に笑っていいとも、1時からご機嫌ようがやってる安心感。別に見てるわけじゃないんだけど、やっててほしいっていうのはそういうことじゃないですか。多分今ノリラジリスターのほとんどっていうのは、やっててほしい安心感のために、言ってるのかなって思うんだよね。例えば、本当に今年俺が死ぬかもしれないって危機を持ってんだったら、じゃあ毎日なんで配信見ないのって話じゃん。1分1秒でも取りこぼしちゃいけないわけじゃん。だけどおそらく、あと、ね、
40分後の24時には寝るリスナーが出てくるんだよ。寝てるのに心配って変じゃん。吸いまくった方がいいじゃん。ってことは、病院に行ってほしいとか、病気を治してほしいとか、そういう人たちの、もちろん全員とは言わないけど、多くの人たちが安心が損なわれるからだよね。でも俺は、安心を欲しくて見てくれるのももちろん嬉しいんだけど、やっぱり面白いから見てほしいってのが一番なんですよ。俺はリスナーに対してはね。楽しいから見てる。面白いから見てる。そういう風に見てほしいなと思ってる。だけど、ツイキャスを長くやってきたこの中で、たくさんの人がつけっぱなしだと思う、配信を。つけてる安心感。見てるんじゃなくてつけてる安心感。だから全員がコメント書いてないしね。今手を離してる人たちいっぱいいますよね。今画面の向こう側で寝ながら聞いてる。作業しながら聞いてる。お風呂入りながら聞いてる。それもつけてるし聞いてるんだけど、だから言うのかなって思うんだよね。なんで、まあ多分このメールも同じだと思うんですよね。その9年間見てる間に、その序盤は草を生やして楽しんでたっていうのは、俺の体のことを言ってるけど、多分あなた自身が、ノリラジリスさんの若い頃で、本当に楽しくて書いてたから草を生やしてたんですよ。でも今見てるのは9年間で惰性もあるだろうし、つけてるリスさんに変わってきてませんか？そうなると、やっぱり人ってね、こう真面目な人出てきますよ。やっぱりね、その面白いから見る、楽しむんだっていう気持ちがあったらね、その毎日毎日こう放送していく中で、その日のネタをね、一緒になって盛り上がってくれるんじゃないかなと思ってますけどね。と思います。まあわかりません。違ったらすいませんけど。まああとね、もう一個言うとね、自分でも何も考えてないです。マジな話すると。はい。面白かったらそれでいいなと思ってるんで、病院行かねえって言ってるけど、ハーバード大学の先生からメール来たら、なんかちょっと、先生にだったら見てもらいたいなっていう気持ちとかもあるし、単純にぶっちゃけ何も考えてないです。てか何にも考えてないから配信業やったし、ちゃんと何かを考えてるんだったらリアルで働いて生活して生きてるよ、俺は。そうでしょ。何も考えてないから配信の世界なんかに来れたんだよ、当時の。インターネットの黎明期に。例えば今、このインターネットの配信の世界に来るやつって多分ちゃんと考えてるやつなんだよ。なんでか。もう配信で稼げるようになったし、動画で稼げるようになったし、一つの職業として世の中からも見られるようになった。だから、考えて入ってくる人たちが増えた。俺は、そういう時代じゃなくて、飯も食えない何もない時に、配信をしたやつなんて頭おかしいやつしかいないし、何も考えてないと思ってる。何も考えてないから、そんなインターネットの世界に自分の人生の魂をぶん投げたわけじゃないですか。うん。だから今も変わってないんですよ。なるようになると思ってるんですよ。なんで、その日その日で考え変わることあるし、コロコロ変わるし、そんなのなんか、真面目に配信聞きすぎたら、多分、ストレスになりますよ。あ、今日の石川は今日の石川の隆起で配信してるんだなっていう気持ちで見てないと、ダメだし、9年間も拝聴してて、こんなメール送ってくるのは、お前の9年間すっげすかやぞ。こんなもんね、1年見てたらね、わかることなのに、9年も見ててもまだわかってなくて、俺に質問してくるなんて、何の9年間を歩んでたんだ。リスナーとして。って話なんよ。なんだったら、さっきのハーバードの先生の方が多分配信分かってるよ。分かってるから、自分はお医者さんをやってて、ね、エリートであえてやってて、だけど、石川のりって配信見てたら、その病気なんだけど、あ、こういう距離感でやってんだな。だから、自分を配信ネタにしてくださいってメールくれてるわけじゃん。あんまり配信見てない。YouTube の動画は多分メインの人だと思う。なんであなた9年間見ててこんなメールしてんのって話なんですよ。そういう話。分かってないよ。ね、本当に9年間見てました？嘘やろ。ほんな足軽がーとか言ってて、しかも足軽って自分で足軽って言わないよって話。あ、でもね、一個だけ言うと、私の不節制のせいで皆様にご心配とご迷惑をおかけしているという自覚はございますんで、このようなボロボロの体で申し訳ございませんが、あと、30年ほどは配信をやっていくつもりでございますので、これからもご視聴の方よろしくお願いします。私は、いつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。